琵琶湖宇宙は森と水と美しい自然に囲まれた地上の天国、そして無限の動物や生物たちとの絶えざる交流を繰り返してきた大マンダラ宇宙。それに花開いたのが天地の万物に命が宿るという万物生命観だった。今こそこの我々の足元から低炭素と生物多様性、すなわち原八部と鎮守の森の新しい時代が始まる。私はこの番組の案内役、藤村修子です。琵琶湖マンダラは、今私たちが直面している生物多様性や気候変動への課題をテーマに、琵琶湖放送と FM 滋賀が一緒になって制作する番組です。琵琶湖周辺に広がる私たちの暮らしは、森、川、湖から多くの恵みを受けて育まれてきました。そこには先人たちが自然と向き合いながら共存してきた暮らしと文化があります。その歩みの中から私たちが未来を描くヒントを探る、それが琵琶湖マンダラです。第1回はここ滋賀県立琵琶湖博物館を訪ねます。琵琶湖博物館にはさまざまな分野の学芸員が集い、琵琶湖と向き合いながら研究をしています。専門分野の研究から見えてくる琵琶湖の環境のことや琵琶湖と人との関わりについてお話を伺いました。今の琵琶湖の本体といえるような北側に広がった広い湖のことを北湖って言います。でそのホッコができたのがだいたい40万年前っていうふうに考えられているんですけれども、それより以前は今の南湖って呼んでいる琵琶湖大橋と近江大橋の間で囲まれている、南湖ができたのは100万年ぐらい前からだっていうふうに考えられています。でそれ以前はこの今琵琶湖がある地域には湖はなくて、一番初めの湖は三重県の伊賀市にできていたというふうに考えられています。400万年とか数十万年という時間の流れの中で起こっていることを研究していますので、それぐらい長い時間で見ると環境の変化っていうのはもう激変し続けてきた結果今があるっていうことなんですね。で、そういう環境の変化に適応できなかった生き物っていうのは絶滅していきますし、新たにその環境に適した生き物が出てきてその場所で、営みをするっていうようなことが地質学では見えてくるんですね。で今の私たちが環境に対して何ができるかっていうと、何かをすれば必ず何かの影響があります。だから自分がこれぐらいやったら、これぐらいだったら大丈夫だろうっていうようなことは全くなくって、何かの影響が出るんですね。で人間がやることっていうのはかなり環境に大きな影響を集団で行動すると与えてしまいます。一人で何かやると、その小さな範囲で済むんですけども、集団で行動すると例えば地球規模の環境の変化っていうものに影響を与えてしまうんですね。ですから自分たちがやっていることが環境にどういう影響を与えているのだろうかっていうようなことを考えながら行動するっていうことが大事なのかなっていうふうに思います。地球の気温の変化とか温暖化はこの後も進んでいくと思います。ただ何がまずいかっていうのは人間の社会の側の問題が大きいかなと思いますので、人間の社会にとって温暖化が起こる、環境が変わる、どんな環境が変わるのが私たちが悪いと思うのか、その問題なのかなと思います。で、過去には、本当に、温暖だった時代であるとか、スノーボールアースって呼ばれるような地球全体が凍ってしまうような大きな、
地球規模での環境変化っていうのは起こっている中で、地球というものはずっと、あるわけです。で、地球全体にとって、本当に、どうしようもないっていう事件は実はなくて、問題は、人間が、何が変わると、良くないと思うのかっていうところを、きちんと議論したり話をしながら考えていくことなのかなと思います。湖っていうのは非常に川とかと違ってずっと溜まってる水辺ということで、日本の中ではかなり得意な水辺になっています。その特殊な環境っていうのが、琵琶湖地域の多様性というのを特徴づけています。魚類に関して言いますと、多くの魚類がレッドリストに載ってまして、例えばワタカっていう琵琶湖の固有種がいるんですけども、それは絶滅危惧1A 類になっていまして、今琵琶湖で繁殖している個体群は実質ほとんどないような状態になってしまっています。それは繁殖できるような環境っていうのが失われているためだというふうに言われています。その他にも、琵琶湖型スジシマドジョウとかスジシマドジョウの仲間なんかは浅い湿地を好むんですけども、そういった環境がどんどんなくなってしまって、絶滅危惧種になってしまっているという例もあります。いろんな研究者が今環境を考えていると思うんですけど、環境は変化していくということは、かなり一般的な常識になりつつあると思うんです。でそういう環境に対してどう考えるかっていうのは姿勢ができてるんですけど、実は人間の考えも変わっていくっていうことも考えない と、例えば100年前の常識は今多分通じないと思うんです。明治時代の人が考えた頃っていうのは多分今と全然違うことっていうのは、今度我々が次100年後の人間のことを考えないといけなくて、100年後の人間は変わってるかもしれない。だそういった時に今生きてる我々はどういう考えで暮らしを成り立たせたかっていうことをきちんと未来の人にも伝えないと未来の人が次を作れないので、歴史っていうのは過去を見るだけではなくて未来のことも考えて歴史を研究するってことが大事かなと思います。水田っていうですね、空間は人がですね、手を加えた空間ですけれども、そこにですね、魚が入っていってですね、産卵をしたりだとかですね、そこで育っていくと、それをですね、人がいただく。そしてまたそのいただいた人間がですね、田んぼっていう空間をですね、維持していく。そういうですね、循環しているっていうことを考えていくと、やはりですね、お互いにですね、生活の空間というものを、利用しているっていうふうに言えると思いますので、そういうですね、場所を守っていくっていうことをですね、考えていくっていうことが大切なのかなというふうに思います。私が大切だと思っていることは琵琶湖との関わり合いを絶やさないことだというふうに考えています。でこれまで長い歴史の中で人々は琵琶湖と関わり合いを保ちながら暮らしを成り立たせてきました。でそれをですね、この数十年間の間で分断するようなことがですね、少なからずあって、でその関わり合いが途切れてしまっている、あるいは関わり合いを持てなくても生きていけるんだというふうに錯覚をしてしまっているということがあると思います。そうではなくて、もっと積極的に関わり合いを保つ、そしてその関わり合いを保っていくことがその琵琶湖との関係を守っていくことになるんだということをですね、しっかり認識して対応していくことが大事ではないかというふうに考えています。気候変動とかそういったことも、なんか春のこう季節を感じるじゃないですけど、春になったらこの桜も咲いたりとか、こういうふうになるよねっていうのが、あれちょっと最近違うなとか、やっぱりそういう普段のこう肌で感じたり見ているもので変化を感じると、ちょっとこれって大丈夫かなって思ったりすることがあると思うんですね。やっぱりそういうこう実際にこう感じたりこう見たり見て知ったりっていうことが実はすごく大事かなと思っていて、やっぱりそれがあるとないとで、単にこう知識だけで分かっているのと実感として感じていることではやっぱり関わり方が違ってきますし、で現場で見るとその一つのことだけではなくって、その周辺にあるいろいろな環境、その単独の生き物とか単独のこう
自然だけではない、もっと周辺にもこうの情報も一緒に入ってくるので、やっぱりトータルにいろいろ感じることができると思うんですね。やっぱりその上でこういろんなことを考えていかないと、あるものだけに特化してしまうとちょっと違った方向に行ってしまうこともあるので、やっぱりまずはこう本当に現場のもう自然や生き物を知って、その場で知ってもらいたいっていうのはすごくありますね。琵琶湖周辺で受け継がれてきた暮らしと文化、それは私たちをどのように未来へと導くのでしょうか。最後に宗教民俗学の研究者である加藤健二教授にお話を伺います。この近江の祈りの中でですね、そのちょっと小さな祠があって、でそこで拝んでいる方がおられて、で1年に1回その石仏を囲んでの何か行事が行われる、でそこにはいろんな人々が集まってきてみたいなね、だからそういうふうな、まあ、人たちのその一つの地域のつながりとかいうものっていうのが僕は大事なんじゃないかなってちょっと思ってるんです。その近代社会になってですね、まあ、そういうものがこう結構分断されていくっていうような世の中になってて、非常に便利で物もたくさんあって一見豊かに感じるんですけども、その心の中はやっぱりちょっと寂しくなってるんじゃないかなとかね、うん、ただまあ、地域のそういうふうな伝統行事を支えていく、何のためにこの行事やってんやろうとか、でもう逆にその地域の人たちの顔が見える、もうそういうことがもうなかなか逆にしんどいぞっていうようなこともあるので、僕もなかなかここ答えがパッと言えないところなんですけども、でもやっぱりそういう地域のつながりっていうのはものすごく大事やし、過去の人たちもそれを大切にまあ、つなげてきたかなっていうふうなことを思ってます。だからそれは、まあ、過去の方、まあ、江戸時代から、まあ、もちろん、まあ、明治大正ぐらいまでの、ね中でいけば、やっぱり一つのものを大事にしながら、神様仏様を大事にしながらつながっていた、でそこが、お互いを助ける機能になってたり、互助の機能になってたりとかね、いうふうにつながるのかなってちょっと思ったりします。だから、まあ、まだ私も本当に、これこういうふうにしていけばいいんじゃないかっていうところまでなかなか言えないんですけども、でも、もう一度そういう地域のつながりというものを、見直していくっていうことは、まあ、宗教民族の視点からも、すごく大事なことなんじゃないかなっていうふうに思っております。私たちは琵琶湖を母なる湖と呼び敬ってきました。その言葉には生命の源であり、私たちの心を映し出す鏡のような存在といった思いが込められているように思います。次回からは琵琶湖周辺の市や町を訪ねながら、その地に受け継がれてきた暮らしや文化の姿を紹介していきます。